クレインイーグルスはアイルランドで生産された競争馬である。主な勝ち倉は2014年、ビンセント・オブライエン・ナショナル・ステークス、2015年、2000ギニー、アイリッシュ2000ギニー、セント・ジェームズ・パレス・ステークスである。2014年6月6日、レッパーズ・タウン競馬場の未勝利戦に一番人気で、デビューするも4着。2戦目で初勝利を挙げると、続く、 タイロス・ステークスとフューチュリティ・ステークスも連勝。9月14日の、ビンセント・オブライエン・ナショナル・ステークスは、最後方から直線で一気に突き抜けて解消。G1 発制覇を果たす。10月5日のジャンリュック・ラガルデール賞では、後方2番手から、外から追い込んで1位入選するもテリトリーズの進路を妨害したとして3着後着となったが、この年のカルティエ賞最優秀2歳ボバに、 選出されている。シーズン初戦となった2000ギニーは残り1ハロン付近で、先頭に立つと後続に2場審査をつけ解消。続くアイリッシュ2000ギニーでは、道中中団待機から直線で、エンドレスドラマとの追い比べを制し AI2000、ギニー制覇となった。6月16日に行われた、セントジェームズパレスステークスは後頭立ての小頭数で、あったが4番手追走から抜け出し、 ラターニッチに2馬新反差をつけ、G1 レース4勝目を飾った。その後、予定していた、サセックスステークス、ジャックル・マロア賞、インターナショナルステークス、アイリッシュチャンピオンステークスは、ババアッカを理由に出走回避。10月17日のクイーン・エリザベス2世ステークスで、復帰、後方追走も、直線で伸びきれず6着。その後アメリカに遠征し、 ブリーダーズカップクラシックに出走するも発着に終わり、このレースを最後に現役を引退した。2016年よりクールモアスタッドで種ボバ入りした。2016年の種付け価格は6万ユーロとなっている。2019年4月12日、イギリスのニューベリー競馬場のメイドン戦でハイランドチーフが勝ち上がり、種ュボバとして初勝利を挙げた。2018年生前姉に、 アイリッシュ戦ニーを制したマーベラス、全妹に、モイグレアスタッドステークスジャンリュック・ラガルデール賞を制したハピリーとディアヌ賞を制した、ジョーン・オブ・アーク、母の全兄に、G1 競争六賞を挙げた、ジャイアンツ・コスウェイがいる。ありがとうございます。